ヒョードル・アドリアノビチ・フンチコフは、ロシア内戦期の政治家である。1918年から翌年にかけて、ロシア帝国ザカスピ州だった場所に存在したザカスピ暫定政府で委員長を務めた。1875年内し翌年に、ロシア帝国サラトフ県の農家に生まれた。元はカスピ海横断鉄道の機関士であり1915年から、 社会革命党員だったが、1918年7月11日から12日にかけて、アシガバードで発生したハンボリシェビキ法規で指導者の一人となった。そして12日に、社会革命党、メンシェビキ、ソビエト議員などの労働者によって構成されたザカスピ、暫定政府ストライキ委員会の委員長に選出された。23日には、 アシュガバードコミッサールの処刑にも関与した。同月28日、暫定政府の反乱軍がチャル城での武装闘争に、敗れると、フンチコフは、マシュハドに駐留していたイギリス軍のウィリフレット・マレソン将軍に助けを求め、8月19日に、正式に支援の約束を取り付けた。マレソンは連合国の指揮を引き継いだノールス大佐、率いる2000人のセポイを派遣したが、 これが原因となってフンチコフは、後世のソ連の歴史家から、イギリスの区別であるとみなされるようになった。9月19日、フンチコフは、いわゆる26人の爆風コミッサールの処刑に関して、結論を出すクラスのツクでの会議に出席した。翌年に、アシガバードでの労働者の騒乱が発生し、1月15日に、フンチコフは、公安委員会の5人組によって、 汚職の罪で逮捕された。2月1日にはザカスピザンテイ政府も倒された。やがて社会革命と中央委員会によって人民委員らの処刑についての調査が始まると、フンチコーフは調査員である元中央委員のバジムチャイキンにそういったことが起こるのはわかっていた。だが止める手立てはなかった。処刑が決定されたのはイギリスが任務の遂行に固執したからだと語った。 フンチコフは、マレソンと淵深いイギリス軍連絡将校のレジナルド・ティーグ・ジョーンズ大尉と治安組織のドルシュキンに責任があると非難した。だが、他の逮捕者であるセリフは、チャイキンに対し、フンチコフは、すべてを理解していたと述べた。その後まもなく、フンチコフは釈放され、1922年からボルガの定地に、フートルを営んで暮らした。 しかし1925年1月、娘に恵まれた直後に、ボリシェビキによって逮捕され、翌年4月に、バクーで開かれたソビエト連邦最高裁の出張裁判にかけられた。検事は、セルゲイカ・フッタラーゼが務めた。フンチコフは、死刑を宣告され、恩赦も認められず、ほどなく、バクーで銃殺された。サーウィルフレッド・マレソンの回顧録には、フンチコフについて、 次のような記述がある。暫定政府のトップにいたのは、フンチコフとかいう男だった。陽気な機械校だったが、残念ながら、ウォトカ中毒で700万ルーブルばかりの公金を横領したと告発されて、結局首になった。フンチコフの裁判に立ち会ったエヌスミルノフ手法大佐のエッセイにはこうある。フンチコフは、やや細表で太い髭を生やし、 すり切れたコートと靴を身につけた中税の男だった。見下ろすような目つきで法廷を見渡した後に、思い足取りで自分の席に腰を下ろした彼は一見落ち着いているようでいて、そのゲジゲジ眉の下で目だけを疑り深く光らせていた。裁判所からの質問に、フンチコフは簡潔にゆっくりと答えた。その様子からは彼が足がバードの 反革命的反乱政権の長だった頃は、カールした口ひげを持つ、一見王兵で、鋭い目つきだが陽気な男として知られていたということは伺い知れなかった。ABI、ミコヤン、ミコヤン回想録一馬空コンミューン時代、小川正に上田忠役、川で処防審者、1973年、243ページ。 2013年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年6月19日閲覧 AB アイミコヤン 1973P259 フォートナイトリーレビュー2009年6月19日閲覧ぜー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 ,ー,ー PP5871 ありがとうございます